選手がここ返す。リキッド強え。昨日、なんかちょっと調子悪かったように見えましたけどね。一日でこんな変わるもん。あるか。ブームのカウクに近づいていく。フライパン構えてますね。ブームとしても、指での接近を引いていきます。ブーム、カークの中で、グレネ構えて。おお、パンスナ？これブームのこっち前。ヘッドショットでしたね。怖すぎる、何これ。しかもだけ。なんだこれ。バイキーがすごい。ユーハイ選手がな、ごちゃごちゃしましたね。残り3チーム11名。これ、イーボス対ビゲトロン対決にしようと仕組んでませんか？ビゲトロン側が、むしろ。さあ、デッドアイズに大きなダメージ。さあ、ビゲトロンが一枚だ。チャンスは持ってたビゲトロンが一枚なんです。デッドアイズとイーボスの方が生存中心に近いんですね。おっと、イーボスからビゲトロンが一枚だ、もらう。どうするか。押せるのか。次のアンチ次第ですね。これちょっとポジション的にはそんなに大きな動きないと思うんで。次のアンチ次第かな。次のセーフゾーンはどうなるんですか。この車両はここで抜かれるが、ビゲトロも返す。ダウントレードが入ります。しかしリキッド選手に確定切る。おお、ちょっと南側に寄ったか。若干デッドアイズ側に入れましたね。ビゲトロ2枚失うぞ、このままだと。ユーハイが前に出ます。下の方では、おーっと、ビゲトロが1枚残っとる。ユーハイはデッドアイズの横に行った。しかし岩浦のユーハイがここで食らいます。さあ、ビゲトロン残し前。ビゲトロン対、純粋なビゲトロン対 E ボスという構図は、どうも見れないのか。デッドアイズは再びリバイブしたサムに戻しています。E ボスも1枚確定キルが入って3枚。いや、デッドアイズか。最後はデッドアイズが取ってきましたね。で、ビゲトロンが壊滅。残り2チーム6名。3対3。3v3 です。膠着状態とも言えますな、このままだと。3v3。さあ、マイクロボール選手が一番のことを、しかし、ルクシー選手も大きなダメージをもらう。
強気前で最後これピザリー選手はな強い強い、おお強い、マイクボーイ大丈夫、残しまえドンクレーの対決前出ます、アンドリオで仕掛ける、これ止まる、最後取っていったのはマイクボーイ